皆さんこんにちは。カジノの是非は市民が決める住民投票を求める会、その会の呼びかけ人であり、そして請求代表者の一人、平松邦夫と申します。よろしくお願いします。府庁前の展示ブロックの上に立たないようによろしくお願いします。なるべく通路を開けてくださいというのを、先ほど事務局長の山川さんからもお願いしましたけれども、ぜひ通路の確保をお願いいたします。昨日大阪のコロナ感染者2万2000人近くという状況の中で、これだけ多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。ぜひ、3密とかいう、まあ、もう言い古された言葉ありますけれども、間隔を空けていただくこと、互いの距離を持って、そして、マイクは係が持ってまいりますので、直接触らずに発言をしていただくことになっております。マスクは暑い中ではございますけれども、マスクをしていただいた上、体調管理ご注意ください。熱中症にも気をつけてくださいね。水分補給を忘れずによろしくお願いいたします。業務連絡です。森口氏の山口さんいらっしゃいますか。森口氏の山口さんいらっしゃいますか。いらっしゃいましたら府庁正面のところの、係のところまでお越しください。森口氏、山口さんいらっしゃいますか。それではもう12時を回りました。皆さん先ほどの注意事項を気に留めながら、これから本当に62日間大変な署名活動を戦ってこられた、そして訴えてこられた皆さんにお集まりいただきました。府庁前に皆さんが集めていただきました署名すべて済んであります。その数は21134筆。このありがとうございます。この段ボール箱に、まあ、詰め替えるという作業をしまして、ボランティアの皆さんにお手伝いいただいて、今日ようやく済んで先ほどこの府庁前に到着いたしました。本来ならこのまま府庁正面玄関から受け取っていただきたいんですが、残念ながらそれはできないということで、この後またこの署名簿すべてを持って移動して、府庁新庁舎南別館の8階にまたこれを運び込むという作業が待っておりますが、その前になんといっても62日間戦い抜いた皆様にお互いにエールを送る、正しいサイレントへ、ありがとうございます。今日はここに多くの皆さんにお集まりいただいて、まず何と言いましてもこの求める会の共同代表の一人、大垣早苗さんから皆さんにご挨拶申し上げます。皆さん、大垣です。声聞こえますか。いよいよ今日は私たちカジノ IR 誘致の賛否を問う住民投票条例の制定を大阪府知事に直接請求する日が訪れました。この集会後その手続きに入るわけですが、今皆さんこれだけお集まりになってくださったその中で、わざわざ言葉をして確認をしておきたいことがあります。皆さんこの運動を始めるとき、そしてこの運動を続けているときも、旗持っていただける方、どんな疑問かというと、
ックに積んだ署名、箱の中に詰まった署名がその一つの答えです。もう一つの答えは皆さん自分で考えて自ら立ち上がって署名をコツコツ集められた私たち自身の中に二つ目の答えがあります。そして最も大事な三つ目の答えは何か、それは3月24日にデタラメな区域整備計画を可決したその区議会と今度知事が招集する臨時府議会が同じではないということです。全く性質が違います、重みも違います。それがこの運動の成果の最も大きなものです。これを皆さんと今日これから手続きに入る前に確認をし、お互いに戦いたいなと思います。で、皆さん、ちょうど3月25日私たちこの署名運動を始めるときに署名簿を見たことないし、受任者って何、とにかく未知との遭遇をずっと重ねてきました。まさか25日スタート集会ここでやりましたけど、皆さんね、200人の人たちが署名簿を作っている合間を縫ってスタート集会したことを覚えてらっしゃいますよね。そんなことしなきゃいけなかったこともしなきゃいけなかったということも全く分からず、その後署名を集めていくとき、該当署名、個別訪問、いろんなことをやりました。地域によっては何ともミーティングをして反省をして、そして本当に厳しい運動を勝ち抜いたと思います。いよいよこれからこの署名を届けに行く時が来ました。で、今ここに私今日ね、実はツイッターやってる人から今日ね、お仕事あるので府庁前に来れません、だけど思いは府庁前に飛ばしていますというメッセージをいただきました。そんなメッセージがたくさん飛び交ってますよということも知らせていただきました。私たちね、こんな暑いさなかに、この暑いさなかに、まあ今日はたまたま雲がありますが、まあ上から太陽が照り返してくるようなこの時間になぜこの集いを待たなければならないかというと、この21万筆の署名を私たちが代わりに今日提出するからなんです。どれだけ思い願いがこもっているか、そしてこの21万筆には大阪の未来がかかっています。ですから心を込めてこの署名をしてくださった方、そして今日ここに来れない方、その人たちの代わりに私たちはこの1時間セレモニー、しかるべきセレモニーを行って直接請求の手続きに移りたいと思います。たくさんプラカードが並んできました。そろそろ皆さん、にバトンタッチしたいと思います。共同代表の大垣早苗さんから、まずご挨拶申し上げました。このマイク今2本持っておりますが、1本は令和新選組さんの、宣伝カーが来てるんで、それをお借りして2本で喋っております。そして大石さんも間もなくこちらへ来ると思うんですけれども、お一人ご紹介したい方のお名前だけでもご紹介します。辰巳幸太郎さんが、駆けつけてくださっています。この運動は政党とか団体と関係ない、個人が萩野の席をやはり住民投票で決めたい、その思いの集まりが今このトラックに積んである、そして山川事務局長が持っているこの西区、どなたかいらっしゃいますか、代表の方、他の区もまだ自分の区のプラカード、正面の令和の宣伝カーとこの署名簿の間に、積んでありますんで、どうぞプラカードを取りに来てくださいませ。で、これからですね、そのそれぞれの方のところへ山川事務局長が
今回の署名活動を振り返ってということで、マイクをお持ちしますんで、ほんの短いスピーチでお願いします。ほんの短い挨拶をお願いしたいと思います。もう一点、私は事務局の、一員でもないんですが、オブザーバーとしていろいろ聞いておりましたが、何しろ今回、選挙管理委員会の皆さんにとっても、ほとんど初めての大阪府の選管、そして72市区町村の選管の皆様も大変にご苦労いただきました。そして本当に一部だけ除いて多くの選挙管理委員会の方が一人一人の署名をどれだけ大事に考えた上で精査するかという活動をしていただいたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。それでは、ただいまからこの21万余り集まった署名の中で、それぞれの地区でどれぐらい集めましたということを一人ずつ、全員に回るかどうか分かりません。時間も押しておりますので、時間も押しておりますので、後ほど山川さんから持っていきますが、替え歌覚えてらっしゃいますか？この替え歌をここで、どなたに歌っていただくの？藤岡さん、ごめんなさい、西岡さんいらっしゃいますか？宮古島区の西岡さんいらっしゃってますか？宮古島区西岡さんいらっしゃいますか？はい、いらっしゃってる西岡さんが、これはスターダンスの時も替え歌をご披露いただいたと思うんですけども、ぜひ西岡さんから本当は大合唱したいんですけど、先ほども申しましたようにコロナ禍の中で皆さんもうサイレント合唱ということでよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。今人を変わるたびにマイクを消毒をしております。まだ手の消毒とかない方はこちらの方に消毒、それから体温計もあります、検温できますので、体調の悪い方はお申し出ください。それでは西岡さんお願いいたします。じゃあ森の熊さんの替え歌です。カジノはいらない、大阪にいらない、ジェリートをここでみんなで決めよう。大阪府議会は府民の声を聞け、みんなで実現という動きを我々のリスタートとしてこれからいろんな形で求めていきたいと思います。今回の署名活動を通じていかに大阪カジノの危うさ、こんなものを許してしまうと本当に大阪市のみならず大阪府近畿全域でとんでもないことが起きるということを多くの人に、さらに多くの人に分かってもらわなければなりません。ではこれから山川事務局長がプラカードを持っていらっしゃる方のところに、一言ずつお話を聞いてまいります。よろしくお願いします。皆さん、プラカードを持っていらっしゃる方ですか？順番に大阪市、堺市っていうような形でまとめてやるつもりだったんですが、ちょっとこの選挙区はそれも叶いませんので、マイクを持って私が回ります。それで皆さん申し上げませんがマイクを向けますので、マイクを持たないで地域と署名図で、もし一言言うとしたら5秒以内と短いしかありませんが、皆さんよろしくお願いいたします。ただいま大手の子さんが来れましたと連絡してました。ご紹介だけさせていただきます。ありがとうございます。それでは
じゃあ、後ろから回ってまいります。すいません、プロポット、ちょっとこっちまで出てきていただいていいですか。その皆さん、ちょっと電波が通じないので、こちらの方まで。じゃあ、最初に旭からお願いします。旭区、1519室です。カジノ、止めよう。ありがとうございました。続いていきます。新幹線です。782室です。頑張りましょう。カジノ、ちょっとこっち来てください。こっちへちょっと来てください。すいません。じゃあ、接種しようか、お願いします。接種です。2212で銀行の社名全体のね 1.3 倍ぐらいの票を集めることができました方ですの、はい。どうもありがとうございます。一人やったら20秒か25秒くらいしかありません。お願いします。西浦和区4914筆です。皆さん頑張りましょう。豊野町です。住民の 3.9%、有権者の 3.9% の、675を集めました。カジノはいらんぞ。はい、続けていきます。根山です。9,644集めました。皆さん、これからで戦いは頑張りましょう。大東市です。4,508室、法定数の 2.2 倍集めました。最後まで頑張りましょう。以上なんですです。1,864室、法定数の約2倍集めました。それからですね、ちょっと奥の方の方、持っていただいている方、申し訳ありません。順番にこっちの方へ来ていただけますでしょうか。どうしても電波が届きません。じゃあこちらから行きます。西成区1905室です。川崎の千田市、字もなかなか書けませんでしたけど、これだけ集めました。協力してもらいました。ありがとう。はい、大阪山市1753筆、法定数の 1.8 倍集めました。大阪の小さな村ですけども、気配赤坂村、349筆集めました。頑張りました。宮古島区は2370集めました。藤永信代さんにお友達になって嬉しかったし、姫島を危ない、それを藤永さんと一緒に訴えたいと思います。はい、これからも頑張ります。墨田区5047室、2倍で、法定数の2倍です。ありがとうございます。はい、熊取町、法定数に対して373集めて、法定数超えた。6月21日、熊取町議会で住民投資制度決議が行われました。これは大阪府で初めてのことです。はい、頑張ります。はい、伝えてきて上がりましたね。東大阪市はね、オール市民としてですね、市民の会で、党を超えて、5,771筆を集めることができました。どうもありがとうございました。他の方、ちょっとずつ前の方に来てください。順番にここに私立っておりますので。墨田区3576、法定数を大きく上回りました。頑張りました。ありがとうございます。阿弥陀寺2112筆、カジノ絶対許さず、これからも頑張ります。ありがとうございます。続いて、どんどん来てください。平方市です。9985室です。吉村知事は府民の声を聞け。水田です。1554室集めました。カジノ阻止まで頑張ります。
はい、ありがとうございます。続いたっても住民投票、住民投票、実態決議に挑戦をされています。はい、女性長です。902筆、法定得票数の5番以上集めました。法定数の5番です。平野区4519筆集めました。頑張りました。カジノが止まるまで頑張ります。はい、ありがとうございます。東成区2940集まりました。今ゴロがひらめきました。維新二口全員するぞ。どうもありがとうございます。あ、すいません、東淀川区です。3479筆ですかね、集まりました。本来はちょっと藤岡さんっていう方が来られるんですけど、まだちょっと来てないんで、僕がちょっと代わりに、はい、やってます。すいません、お願いします。はい、ありがとうございました。平和市です。5446、カジノはいらん。はい、お願いします。森口です。3180です。カジノのいらんの声が圧倒的に多かったです。はい、ありがとうございます。天王寺区です。天王寺区は1546筆集めました。法定数はもちろん、目標が1300でしたですから、目標も超えて、達成しました。カジノを止めるまで頑張りましょう。ありがとうございます。すいません、池田の代理ですけど、池田市2254です。カジノはいりません。いりません。半田市です。401集めました。頑張ろう。頑張りましょう。豊中市です。8586筆。法定数の 1.2 倍くらいです。署名期間が短かったけれども、頑張りました。カジノいらん。カジノいらん。今日の代理です。2611、皆を集まりました。赤門は半分。はい。カシハラ301、ありがとうございます。大阪市上トップです。たくさんの受診者さんとも共に集めました。20人に1人の人が署名してくれました。ありがとうございます。すいません、マイクの前に立たれて発信を起こっているので、マイクの前を開けてください。七花の代理の者です。2388を集めたということでございます。吉本、帰国か。意見書をつけて、賛成の意見書をつけて、機会に持ったか。ありがとうございました。続けてお願いします。私どもに近づいてください。堺市西区、代理の者です。2997票集めました。カジノは石破やん。はい、すいません、マイクの前に立たせてください。ハウリングを起こすので、そこをちょっと離れてください。マイクから、すいません、マイクからちょっと、スピーカーから離れてください。島本町です。1406筆でした。法定数の 2.5 倍集めました。吉村知事も大阪府議会も住民の意思を聞け。茨城市です。6112票集めました。この力で絶対カジノの誘致はストップさせましょう。大阪府堺市の南区の福山です。5837は堺市で7区のある中で一番多く集めました。法定数の 2.4 倍です。南区です。上から読んでも南、下から読んでも南。カラムシをいつまで嘘壁安倍かいやごめんカラムシをいつまで嘘壁麻生松井の吉村か。これ反対読んだら一緒です。どうもありがとうございます。はい、続けてお願いします。貝塚市です。1318筆集まりました。府民の声を聞いてください。府民の声を聞け。はい、続けてお願いします。何を区の代理です。
699筆集めました。頑張りました。頑張りました。本当にみんなの思いですね。はい、続けて、もうちょっと私の方に近づいてください。マイクに近いと。大市長の代理のものです。391筆集めました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本田林です。3月の市議会の意見書、住民投票を求める意見書に続き、6月にはこの 1.8 倍、の、3241の署名を持って、今度は国への要請書を市議会に、出してもらう、意見書を出してもらいました。どんどん続いても2回ですね、意見書が出ております。じゃあ続けてお願いいたします。安倍野区代表のものです。法定数の2倍、3861筆集めました。この中には、吉村さん応援してんねんけど、カジノはなーっていう人の、署名も混ざってます。選挙は白紙委任じゃないです。はい、その通りです。ありがとうございます。続けてお願いします。大阪市北区の代理のものです。2057筆集めました。ありがとうございました。ありがとうございます。港区です。2052筆集めました。スーパーの前の売店と市営住宅個別訪問が主で頑張りました。ありがとうございます。これで72市区町村すべて終わりましたか？まだ、じゃあこっち来てください。こっちどんどん来てください。なくなっておりますのでお願いします。河内長野市です。市議会選挙があったために時間が半分でした。でも法定数超えました。2414筆、ありがとうございます。はい、短い時間の中でも頑張っていただきました。片野市1800筆集めました。維新支持者、公明支持者、幸福支持者からも署名をいただきました。絶対勝てます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。幅広く集まりました。鶴見区です。2587筆集めました。はい、今日はね、吉村知事への本命で決めたいと思います。はい、皆さん一緒に不眠思いの吉村知事住民投票してやる。はい、ありがとうございます。続けてお願いします。河南町です。601室で法定数の2倍です。どうもありがとうございます。法定数2倍早かったと思いましたね。頑張っていただきました。続けてお願いします。高市、私の方によって高市市代理のもんなんです。署名数1735、法定数の 1.8 倍です。まだまだ戦いますんで皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。大阪中央区の橋です。中央区は2959室集めました。ぜひ府議会議員の皆さん、大阪府民の声を聞いて聞いて。はい、続けてお願いします。大阪市淀川区です。3971集まりました。行政がカジノをやる仕事ではないよ。さっさとやめてコロナにのと力を入れた。はい、ありがとうございました。続けてお願いします。大阪市西区です。971筆です。カジノはいらん。カジノはいらん、ありがとうございます。堺市堺区です。堺の、中心のところの区です。5406筆、みんなで頑張りました。それと私ちょっと手作りのバナーを持ってきたんで、ちょっともうすぐ終わります。もう本当に見てください。ペテン氏、吉村やめろ。それと私全然ですけれども、阿久津弁護士吉村武藤に関するやめろ。もうこれが私の原点です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続けていきます。高槻です。私たちが11574筆集めました。私たちの力だと思っています。私が繋がっている障害を持っている人がマンションで車椅子
ありがとうございます。続けていきます。はい、藤井寺氏の岡田です。873室でした。でも藤井寺の駅のステーションに羽曳野の方、柏原の方、いっぱい来てくれました。ありがとうございました。皆さん実現しましょうね。ありがとうございます。この花区です。1557室、約 1.5 倍集めました。この花区の夢島はカジノなんかよりも、コアジサチとかの生き物たちの楽園、ラムサス条約の方が世界に誇れると思います。どうぞ。はい、続けてお願いします。堺市三原区です。堺の端っこで田舎なんですけど、638室です。集めるときに、維新が府議会とか市議会を自分たちだけ当選するようなシステムにしたので、住民の意思が反映されていないので、こんな住民投票してくれっていう風になってるんですと、日頃の選挙も頑張りましょうと言って集めました。はい、ありがとうございます。続けてお願いいたします。大阪の生野区です。2734室です。カジノを占い、医療、介護、福祉にお金を回って、はい、続けてお願いします。堺市の北区です。5308人といいまして、達成率は 180% 以上です。カジノという賭博は絶対作らせない。はい、ありがとうございます。本当にみんなの思いです。あ、すいません、大阪の松原市民です。3068筆集まりました。法定数を突破しました。ありがとうございました。はい、法定数突破。堺市東区です。1200集めました。ちょっと法定数カジノは人間を殺す、頑張りましょう。ありがとうございます。法定数に行かなかったところも本当に努力を持っていただきました。多くの皆さん本当にその取り組みあったということは全体化しておきます。じゃあ続けてお願いいたします。はい、泉大津市674室頑張りましょう。頑張りましょう。泉大津市の方は参考ですか。よろしいですか。よろしいですね。今本当にこうやって72市区町村の僕たちはみんな頑張ってますね。本当に久々にこの住民投票運動に携わって多くの人、ここに来ておられない方、それとたくさんの出会い、そしてそれを代表してもみんなで吉村知事に立ってですね、しっかりと住民投票でその声を集める、それが皆さんと代表していただいたお堂の方にしっかり話していたと思います。どうもありがとうございました。72市区町村の代表の皆さん、プラカードを持っていただいて、本当にワンポイントといいますか、素晴らしいコメントをつけていただいてのご紹介でございました。トラックの上に、これレンタカーです、もちろん。レンタカーのトラックの上に積んであります署名簿、この総署名数が書いてございますように、21万134筆ございます。そしてそれを各72の選挙管理委員会で精査していただいたときに、有効署名数が19万2701ということだったんですが、さらに今お話しいただいた方々が選挙管理委員会に出向いて縦覧チェックするわけですね。そしてなぜこれが無効になっているのか、これは有効ではないのかという作業をしていただいて、すべてが192,773と、増えたわけでございます。その署名すべてをこの、箱に156箱入ってます。最初は300ぐらいいくんやろうか言うて心配してたんですが、本当にこの箱もそうです、今皆さんが持っていらっしゃるプラカードもそうです。この短い期間、今日までの間にボランティアの皆さんが事務所に駆けつけてくださいまして、手作りで作っていただきました。ありがとうございました。さあ、この後ヒューマンチェーンということで、この府庁舎を取り囲もうやないかというんですが、ヒューマンチェーンというと普通手つなぐんですが、やはりコロナ
まあ、過去最大の感染者数を出してしまった翌日に手つないでっていうのもあれですんで、山川さんにこの辺りを、どういう段取りで進めるのかというのをご説明いただきたいと思います。よろしく。それでは皆さん、ヒューマンチェーンできるだけの数が集まってきておりますね。この後このマイクを、あちらの大阪府警のある方の角のところ、南東のところへ持っていきます。でそれで南側の方、あちらの方に広がっていただいて、広く大阪府庁舎を南東角すべて囲いたいと思います。で手を握りたいというところだったんですが、コロナの感染症大爆発ということもありますので、それはしません。距離を置いて、間に立っていただくという形にしたいと思いますので、ご協力お願いします。それで1回だけ声を上げたいと思います。住民投票の実現をそれだけ皆さんと一緒に勝負しますが、あとはサイレントということで、手を挙げてって言ったら手を挙げていただきたいと思いますので、ご協力お願いします。それでは皆さん少しずつ南側の方へ動いていただけますでしょうか。すいません、南東側の皆さん、ずっと大阪市庁舎南側の方へ歩いていって、幅を広げて並んでいただけますか。庁舎側の方に並んでいただきます。たくさんの方に来ていただきました。通路を確保しながら、それだけ速やかに移動をお願いします。皆さん、人数の方を数えていただけませんか。この人数ですと、なんというか二重に取り組みそうなくらいの人が集まっていただきまして、本当にありがとうございます。一応並んだ段階ですいません、スタッフの皆さん何人ぐらい参加されているのか、そこで分かると思いますので、お願いします。すいません、村田さん、マイクを1本ご指定していただいていいですか。村田さん、皆さんよろしいでしょうか。通路を開けてくださいね。もし片側、庁舎側だけで足りない場合は、通路を開けて反対側、南側と通路の東側の方にもお座りください。本当にこれだけ多くの皆さんがですね、カジノの住民投票を求めているということ、吉村知事聞こえてますか。大阪府議会の議員の皆さん、各党の皆さん、どうぞ出てきてみてください。大阪府は72市区町村から多くの人たちが今集まってきております。ここは田んぼですね。そこまで行きます？
まだ行きます？もうやっぱりこの辺りで始まっちゃうんで、そして、この大阪府議会の開会日、
決まりましたら皆さんにお知らせします。多分7月の29日頃になるんではないかなと考えておりますが、校長コード、朝のチラシ配布、そしてこの大阪市庁舎前でも午後から座り込みなど予定しております。マスコミ各社の皆さんも1977年以降初めてこの大阪府内で取り組まれた住民投票の重み、そしてこの経験ということを余すことなく伝えていただきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。3つ目、現在区域整備計画は大阪市から大阪府議会の承認を得て、国でその計画内容についての審査を行われております。これが秋頃と言われておりますが、何回も国土交通省審査委員会に問い合わせてもその日程は明らかにされておりません。今日も国会議員の方、元国会議員の方おいでですが、こうした全ての会派の方にご協力をいただいて、そして国に対してこうした許認可を下ろすな、そういう運動を進めていきたいと思います。予定ですが8月の下旬か9月頃、72地区町村からむしろと頑張って東京へ背伸びたいと思います。みんなでですね、銀座でデモしましょうよ。みんなで全ての国会議員に価値の経済を間違っていると伝えましょうよ。みんなで国会前での座り込みをやりましょうよ。私たちの運動は今回の議会でとどまりません。私たちの取り組みはこの戦いの中から住民自治を強める運動として、また来年にも選挙がございますが、選挙だけでなく市民が作る新しい住民の運動の大きな戦略として皆さんと一緒に成功していきたいと思います。報道提供あります。ありがとうございました。本当に多くの皆さんに今日この、統一行動に集まっていただきましてありがとうございます。この後あのトラック3つである署名簿を、手渡す場所、出向場所ですね、それの府庁新別館南庁舎に持っていく、そこでまた戻すという作業が待っておりますが、このこちらでの集会の最後に、まとめとして共同代表のお一人、西澤名誉教授からお話をいただきたいと思います。西澤さん、どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました共同代表の一人であります、西澤でございます。この署名活動はですね、3月25日から、62日間取り組んでまいりました。そしてなんと21万筆達成、署名を集めることができました。本当にありがとうございました。ご苦労様でした。そして今日はですね、この21万筆を吉村市長、府知事に提出し、住民投票条例制定をですね、要求いたします。最後まで、皆さんと一緒に、頑張り、ぜひ、住民投票条例制定をですね、勝ち取りたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。共同代表の西澤という教授でございました。それでは、本当でしたらですね、この辺りでみんなで記念撮影しようかという予定になってたんですが、こんなに多く来られたら記念撮影どころではありませんので、みんなでお疲れさんでしたと一言でこの集会を終えたいと思います。本当は事務局が何人集まったっていうのをカウントしないといけないんですが、カウントできてません。大体500から600ぐらいはいらっしゃるんではないかとこういうことです。ありがとうございました。この後、移動して、この署名を新庁舎南別館に運び込む作業はあります。2時からその始工式になりますので、それまでにご存知ですかね、パスポートセンターの手前の広場がですね、
あそこの手前に車が止まりますから、お手伝いいただける方はぜひその時にお手伝いいただきたいと思います。はい、今両局長から指示がありまして、プラカードを持っておられる方、地域のプラカードを持っておられる方、ご足労ですが署名簿のところまで、つまりあのトラックのところまでお集まりいただいた上で、そこで記念撮影、せっかくですからしましょう。そういうことになります。今各地域のプラカードを持っておられる方、どうぞあのトラックのところ、署名簿が積んであります、トラックのところにお集まりください。お集まりください。よろしくお願いします。そして何々さんと書いてある、500人ぐらいと思う。